とうございました。カラコンは昨日と同じハンバーグです。ゆきわさんお疲れ、ありがとうございます。10時に終わります。パーカー良くないですか。パーカーです。ごタイム楽しかったです。とってもイエイ。ハンバーグ忘れずに持って行って以来で、そう、あのね、忘れると思って昨日の夜の時点で出しておいて、今日はあの朝走ってからあのボイトレに行ったんですね。でボイトレにもう着ていっちゃいました。もう忘れるか、違う服を着ていったら忘れちゃうから、もう着ていきました。今日のお洋服です。今の時代、もう時代というか今の季節、もう上着を着るので何でもあり。リス教えてきます。ひろたんさんお疲れ、ヘイブンさんかわいい、ありがとうございます。でね、聞いてください。今日のマスクがね、やばいの。一見さ、普通のマスクじゃん、紫の。でもさ、中心がおかしいと思いません？私これでこうやってやってたんですよ。ほら、もうこっちはさ、こっちまであるのに、こっちはこっちまでしかなくて、え？みたいな。見てください、この耳の大きさ。もう耳の大きさが全然違うんですよ。こっちはこんなあるのに、こっちはこれしかなくて、しかも太さが全然違うんですよ。こうやって一緒のねところに揃えたとするじゃないですか。こうやって折ったらほら、こんなに違うの。こんな違うことありますか。こんなにこんな、最初だから真ん中にね、こうやって折って、こうやってやったんですよ。こうやってやったんですよ、真ん中でね、こうやって折って、こうやってど真ん中で折って、それでさ、こうやってやったらさ、マスクがさ、えみたいなえ届かなみたいな、なんか痛っ、こっちだけきつみたいなになって、えってなったら全然違うのね、大きさが。びっくりしちゃったっていう話そんなことないよね、普通は。こんな違う、びっくりしちゃうんだから。この種類なんか、これ何、もう30枚入りとかで入ってるんですけど、この種類で初めてのこういうなのに出会いました。びっくりしちゃったよ。りょうさんキュンキュン、ありがとうございます。びっくり。どこのとかじゃないと思うんだけど、びっくりしましたって話、朝からよいしょ。靴下脱ぎたくてさ、脱ぐけどさ、寒いんだよねフィッキーさん、誰もありがとうございます。お外れだった。ポールさん欲しい、ありがとうございます。今日寒くないですか。いや、昨日よりかはマシだけど、今日からこうしてます。今日レモラ飲みました、イエーイ。シキピ靴下、シキピー、急いでさ、ダッシュできたからさ、上着がベーンってなってる。シキピー、シキピー、なんだかんだシキピー靴下、シキピー、イエイ履きます。2セット持ってんの、保存用と履く用。履いた。あったかいんだから。しっぽいのちさん、キュンキュン、ヤマトさん、ビギナーこんばんは、ありがとうございます。
。あ、持ってますか。で、静電気ひどい、わかる。白用と白、え、どっちも白くんだ。ヘブンさん、I love you、 ありがとうございます。リシちゃん、ゆき、さしこいのちさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。今日ね、帰ってくるときにね、普通にさ、これ上着が今日はダウンだったから真っ黒だったの。でね、エスカレーター乗ってて、あの駅の、そしたらさ、すいませんって声かけられたからさ、あ、ファンの方なのかなとか思ってさ、あって言ったらさ、あの、何、職業なんですかって聞かれて、なんか最初、あ、すいません、とっても綺麗だからみたいな声かけさせていただいたんですけどって言われて、あ、ナンパかなって思ったら、職業なんですかって聞かれたから、あの、あ、じゃあスカウトかなって思って。ヘイブンさん、キュンキュン、ありがとうございます。だから、あ、芸能界やってますって言ったら、大体スカウトの方は断って、あ、すいませんってどっか行っちゃうんですね。だから、芸能界やってますって言ったら、なんか、あ、アイドルですかとか聞かれて、すごい、割とみんな、なんかみんないるのに大きい声出されてで、なんか、あ、まあみたいな言って、地下アイドルとかですかって、まあそんな感じですかねみたいに言って適当に、もう適当に返して、なんか、うわ、スカウトじゃなかったんかってなって、で、なんか、え、それって地下アイドルはチェキとかで、あの、お金稼ぐ感じですよねとか言われて、はぁーみたいな、チェキやったことないからさ、わかんない、まあチェキやんないんですけどみたいなことを言って、したらなんかすごい、もうね、駅のホームなんですよ、もうね、エスカレーター降りて駅のホームでずっと話してきて、もう歩いてんのについてきて、で、なんか、で、あの、私、あの、キャバクラ経営してるんですけど、お姉さん絶対キャバクラで売れると思うんですよって言われてあ、そうですかみたいになって私真っ黒なのにキャバクラと思ってそうで、なんか副業とかどうですかって言われて、あ、副業禁止なんですって言って、もう歩いてんの、しかも割と早歩きで歩いてんのについてくるからね。で、あ、そうなんですね、じゃあ何かあった時のために、あの、連絡先交換しましょうって言われて、あ、大丈夫ですって言ってんのに、あの、はい、 QR コードでみたいな感じで言われて、みたいなもう QR 開いてるんですよ、もう多分その画面で多分もう、ね、声かけたんですかね、きっとそうで、あ、すいません大丈夫、あ、そうですかとか言われて、あ、じゃあ何かあった時のためにとか、いや、何もないからって思いながらあ、大丈夫です、ずっと大丈夫です、あ、大丈夫ですって一生断ってたやばすぎ本当に、あ、男の人でした、本当に私キャバクラで売れそうな顔してんかねでもさ、すいませんって言われたらさ、最初はさ、あ、ファンの方かなってさ思うじゃないですか。したらさ、全然違うみたいな、よくあるよね。だからさ、一概にさ無視はできないわけよ。カズリンチョさん、キュンキュン、ありがとうございます。うん、びっくりしちゃうよね、エスカレーターで声かけてくる人いる？弱点の芸能人、あ、芸能人ですってか、なんか芸能関係やっててみたいな、もしかしたらさ、だって照明さんかもしれないしさ、ディレクターさんかもしれないさ、分かんないじゃんね。そしたらもう一発でアイドルですかって言われて、そう、真っ黒、そう、私こんな黒い、そうそう、こんなに黒い服装して歩いてんのに、一回さ、普通に学生ですって言ったらさ、なんか普通にね、普通のなんか、例えばお店とか、ね、普通になんかその変な人とかじゃなくて、普通になんか、あ、学生ですとか言っても、そのバイトやってるんですかとか、他のなんかそのそっちのネタがなさすぎて、そう
あのすいません悪いのありがとうございます。本当にさ、目を引くというよりかはなんかちょうど帰宅ラッシュだったんかね。なんかもう本当に私よりも大人の方々しかいなかったんじゃないですかね。全然嬉しくなかったでしょ、電車来てんのに。早歩きしてさ、逃げようと思ったらさてかまずエスカレーターの時点では逃げれないじゃないですか。ねえ、トシーさんお疲れ、ありがとうございます。そう、もうこれは絶対にショールームで話してやろうと思ってないって、興味ないですって一回言ったことあるけど私キャバクラで売れそうなんかね、カラコンしてるからカラコンしてたらみんなキャバクラで売れそうな感じなんかねいや帰りです、ニコタイムから帰ってきてる時。いやこっちはショールーム早くやりたくて、もう10時までしか今日できないからさ、もう早く帰りたくて仕方ないのに話しかけないでよ、そんなに長々長々長々。いや大丈夫って一回言ったらいいじゃんびっくりしちゃうよヘイブさん、コマちゃんありがとうございます。一回さ、何の人だったのか忘れたけどさ、あのイヤホンしてね歩いてたわけ。そしたらさ、普通はさ、でイヤホンして何も流れてないのに、あの無視してた、なんかついてくるなって思ったの、なんかついてくんなってこうやって見てたのね。一生ついてくるからもう外しちゃったよねあ、カラコンメイメのハンバーグです、ハンバーグブラウンです。本当に困っちゃうわ。なんて言ったらいいのね。あ、すいません結構ですって電話してるふり、ずっと携帯さこうやってやってればいいんかね、こうやってフ警察呼びますよ。そんななんか警察沙汰なんですか駅のホームだぞ、おいおいおい、興味ありません。なんかキャバクラやったことあり、結構苦労してるんだよ、苦労苦労でクロックマンなんて初めて聞いた。黒でクロックマン、マスクが釣れてるから話しかけられた、ちょっと浮いてたやっぱ吉田さん初見こんばんは。まあ田内さん今日もタワーありがとうございます。今日は端っこ、ありがつりー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 ありがとうございます。ここでーす、小さいツリーに飾り付けをして、ありがとうございます。クロックマン、黒でクロックマン、アリスちゃん黄色ペンライトありがとうございますね。レパートリーね、あ、117日目ありがとうございます。117、結構対話せず虫が一番。でもさ、最初さ、すいませんって言われたらはいって言っちゃうじゃないですかねえ。レオさん黄色ペンライト、ナミさんトントイありがとうございます。そっからが大事よね。
そっから無視したらいいんかね。職業何やってますかから始まるんですよ。たらしさん黄色ありがとうございます。話し会対してありがとうございます。助けてくださった皆さんありがとうございます。中学生え、二十歳超えてなかったらさ、できない説ある。あ、19なんですって言ったらさ、そしたら、あ、じゃあ二十歳になったらとかって言われんかね。警察学校行ってますって言えばいいかね。強そうじゃない。19でもできるんだ。全然わかんないんだよね。19ですけど何か見える JK に。でも今時の JK の子はさ、カラコンするか。本当はダメそうなんだ。今の JK 大人っぽいですよね。それね。お兄さんサスケに向いてますよって言い返す。ああ、ありあり。ありですね。警察官です。無理あるわ。もうなんか明らか自分がなんか変ですみたいな感じで話せばいいかね。普通に話さないでも大丈夫ですって言ってもダメだったら、もう圧巻ベースでダッシュとか。人多いわ。まあ確かにマスク変だったと思う。確かに。ああ、めちゃくちゃ硬くの日本語に。確かに。何も答えとフフフって笑うの。ああ、ありあり。怖すぎるけど。ヒッってヒッって。あかんべで逃げろ、ね、怖くて逃げるんじゃないですかみんな。ヒッって言った。激辛さんみたい。ナイラさん、I love you、 ありがとうございます。私のこと見えるんですか。やばい。急に無視でいいんかい。させんって、あ、宣伝しちゃう。28日続けてるんで見てくださいって。そう、 AKB さんのさ、そう MV 出てたよね。めちゃくちゃすごいよね。そんな一気に。私めっちゃ坂登りましたもん。すごいね。すごいよね。だってもともとはさ、 CD 買った人しか見れないわけじゃないですか。ゆるちゃんぽぽい、ありがとうございます。すごいよね、全部出て。急に16周年でしたっけ。まだね、全然見れてないけど楽しみにしてる。これから見る。最近 YouTube あんまり見れてない気がする。見れてるかな。なんかさ、最近の YouTube ってさ、なんか30分とかの動画がさ、なんか流行りなんかね。だからさ、長いからさ進まない。
全然ね、2日前のとかも見れてないのある。今日はあのね、マスオディースのマスオさんのあのご結婚の動画を4本連続で見ました。おすすめに出てきて、最新のやつがなんか YouTuber さんに連絡してみたみたいな。でマスオさんに飛んだら結婚しますから全部見た。マスオディース4本連続で見ました。このチャンネル3時間でもうなんか作業用みたいな。マスモさんなんちゃう。マスオさんは全部見てるわけじゃないけど、おすすめに出てきて結婚するなってなって見ました。ヒカキンさんと幼馴染ってすごい、結構昔からやってるよね。バンバンザイしか見てない。バンバンザイ、バンバンザイさんはあのね、ルナさんが今日スキン出てたんかな。それであの今日スキンのやつのやつを一回、今日は今日好きじゃない、なんかアイドルをやるみたいなやつで一回見てて、あのねバンバンザイさんを見た時、え、見たことあるこの子ってなって、今日好きに出てたんだってなった。そうなんだっけな、忘れ、右手矢印左手ルートみたいな、なんかそんな感じのやつ。みたいなやつ。矢字ルート、矢字ルートだよ。そう見てた。で、あの子じゃんってなりました。最近の YouTube は分かんない。でも最近結構なんかいろいろコラボしてる気がする、 YouTuber さん同士で。キスです、キスです、ランです。YouTube 好き、 YouTube 大好き。今は一番上に1時間前に更新されたサスケの紹介、出場者一挙紹介ってやつが出てます。YouTube と結婚して、 YouTuber とじゃなくて YouTube と結婚したいですか。女性 YouTuber さんは女性 YouTuber さん、あ、クレマグです、おはようございます。最近見てる。あとは女性 YouTuber さんか、ムリニャと申します。あ、セイラさん、パルルームかな。女性 YouTuber さんあんまり見てないかもしれない。あ、平成フラミンゴさん、平成フラミンゴ
意外とチャンネル登録してなくても見てるの多いかもしれない。あ、ゆきりんさんもだ。いや、私ゆきりんさんチャンネル登録してるはずなんだけど、してなかったんかな。キリンさんしてませんでした。今しました。なんかさ、結局さ、おすすめに出てくるからさ。指原さんは見てますよ。指原チャンネルさん、じいさいじいちゃん、くまもももも、ありがとう。くまちゃん、ありがとうございます。川口春奈さんをね、最初見てた気がする。なんかみんなさ、チャンネル登録しないで見てさ、おすすめに出てきたやつで結構面白いなって思ってきたら登録しちゃう。ラファイさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。うん、そう、あ、 C チャンネルさん、あかりんさん多分チャンネル登録してるはず。うん、桜みくるさんはでもなんか1回3本の連続で見たこととかはある。なんか犬飼ってるのかな、犬が違う知らないおじいちゃんが散歩していたらみたいな、みたいな見た気がする。とかゲーム実況あんまり見ないかな。ブームが来たら見るんだけどね。うん、ショート結構見る？ YouTube ショートですか？関連動画連続見ちゃわかる。それなのよ、めちゃくちゃそれなのよ。じゃあそれ、あのね、トミックさんのなんか YouTube ショートって、ここの横に出てくるじゃないですか。横なんかこう画面があってここに出てくる。それをね、トミックさんのね見てた。めちゃくちゃトミックさん出てきてハマって見てた。なんか素揚げしてみたとかそういう系。うん、このチャンネルの一番好きな動画、ヘブンさん、ペンライトありがとうございます。このチャンネルで一番好きな動画なんだろう、何ですか？何が好きかな？あ、でも人狼好きな方多そうだけど。みんな人狼だ。うーん、何が好きかな？よいしょ、今日のやつ好き？え、今日 YouTube 上がった？このいい、今日上がってないか。まだね、イコノイチャンネルもね、人力車までしか見れてない。あとはポロポロポロポツポツ見れてないのはあるけど、うーん、何が好きかな。うーん、何だろう。でも「○○王」は結構好きだけどな。何でも、
そうだね。自分たちってなるとさ、結構難しいです。はい、レオさんキュンキュンありがとうございます。サンドの飯よりみんな人気だね。サンドの飯よりまだ最新聞いてない。ヘイブンさん、アヒルありがとうございます。電話かけてみよう。いいですね、楽しかった。自主権のとこでみんなサラちゃん選んでるのに、サラちゃん、あっ、ダンスがダンスでずれているメンバーはみたいな、リモートでやった気がする。クリスちゃん、オレンジありがとうございます。難しいね、リモートその自覚してないやつ。そんな感じだったよね。あ、善一のやつ、そうそう、楽しかった。帰れまなラブ、しゃべりまてん。カバンの中面白かった。いろいろやってるね。多数派のやつのしょこちゃんすごかった。私と渚が残って。浅草も可愛かった、ありがとうございます。ありがとうジュコラ。中抜け企画ロケしたいね。ロケ好きです私。あ、本当は部屋着花のパジャマ、でも最近パジャマですよ。午後の緑茶さん、キュンキュンありがとうございます。最近はイチゴのパジャマ着てます。夏は T シャツ、イコノイ T シャツ、イコラブ T シャツ。3度より4度の飯さん、手袋ありがとうございます。いや、冬でもトレーナーとかあるじゃないですか。でもイチゴのパジャマ着てます、かわいい。午後の緑茶さん、キュンキュンありがとうございます。ヒロタンさん、かわいいなっちゃんバラありがとうございます。いや、いちごのパジャマ着てますわ、かわいくない？アイドルですって感じ。お魚さん、かわいいなっちゃんバラありがとうございます。トラシさん、かわいいありがとうございます。狙ってる感あるよね。でもまあ普通になんかまあお話し会で来たやつって感じ。ヘイブンさん、ユキありがとうございます。シンヤさん、ペンライト、オトシンさん、ペンライトありがとうございます。クロジーさん、キュンキュンありがとうございます。水族館の服と水編みが、おー、レシちゃんバラ、クロジーさん、キュンキュンキュンありがとうございます。タシンさん、かわいいガチャ、アヒルありがとうございます。ありがとうショコラ。なんかさ、最近さ、普通に座ってるだけなのにさ、お尻が痛くなってくる。お骨が痛いよ。最近果物リンゴを食べました。レオさん、キュンキュンありがとうございます。お骨が痛いです。もしかしてお骨が痛い。骨を丁寧に、お骨、
お尻のお骨が置いたいです。最近座るのが多くなってきたんかね。座る回数が。リリラリラリリラリラリリリララ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 ラ走るための筋肉発達したからお骨が痛いんですか。ペンライトありがとうございます。長いタイトルのやつ言える、どういうこと長い、あ、森のやつ、わからない。この森の奥で木が倒れたらどんな音がするのかみたいなやつ。ヘイブンさん、キュー、キンキン、ありがとうございます。でもそんな感じだよね。惜しいっていう次に全然違くて腐って。ひろおとさん、 I love you、 ありがとうございます。雰囲気はあってね、言いたいことは分かってるけど全然違うみたいな。正解は？まだ映画見に行ってない、見に行ってないです。鈴懸の木の道で君の微笑みを夢に見ると言ってしまったら僕たちの関係はどうなってしまうのか、僕なりに考えた中でのやや気恥ずかしい結論のようなもの的な。誰もいない森の奥で一本の木が倒れたら音はするのか、するか。誰もいない森の奥で一本の木が倒れたら音はするか。誰もいない森の、誰もいない森の奥で一本の木が倒れたら音はするか。いや、音はするけど。いや、音はするけど、聞こえてないんじゃないかな。しないんだ。ふわっと。いや、まだ映画見てないから。平綿さん、くまちゃん、ありがとうございます。誰もいない森の奥で一本の木が倒れたら音はするか、覚えたぞ。誰もいない、誰もいない森の奥で一本の木が倒れたら音はするか。テルファイさん、キュンキュン、ありがとうございます。あ、哲学の話ね。誰もいないからねえみたいな感じ。ナオピーさん、 I love you、 ありがとうございます。すごいよね、ナオピーさん、キュンキュン、ありがとうございます。誰もりと略す、そうなの、誰もりですか。リオさん、キュンキュン、ありがとうございます。部屋の照明別に一緒です、いつもと。木が倒れるやつって呼んでたらおもろい。森のやつ、あつ森、森だれ。
漢字があればね。誰もいない森の奥で一本の木が倒れたら音はするか。あつ森誰もいない森の奥で一本の木が倒れたら音はするか。覚えた覚えた。明日には忘れてるかな。いやでもこうイメージが大事。誰もいない森の奥で一本の木が倒れたら音はするか。すみません、あつ森が出てしまいます。それ見たことある。あつ森、あつおもろい、面白いね。ね、一時期めっちゃ流行ってたそれ。しかも1回だけじゃないっていうね。面白いね。トッシンさん、I love you、 ありがとうございます。寒い。この前ね、リサともうすぐでイコノイのオーディションの二次審査らしいみたいな、大阪と福岡らしいよみたいな話をした。もう東京は終わってるんだよ。東京はさ、ショールームやる人がさ決まってるってこと？書類審査落ちました。性別書くとこありました。104番いるから、いそう。だってさ3カ所でやってるんだよ。東京と、東京が2回と大阪とあと福岡だから、私たち東京で東京2日間で終わったからね。めっちゃさ、だから東京だけだったら絞られてそう。みのみさん、花束ありがとうございます。予選限定って知らなかった、おもろいね。 AKB さんも17期オーディション始まります。オーディションラッシュだ。メンバーそういう話入ってくる？メンバー同士だけですね。うん、HKT さんもやりますね、6期生。平綿さん、黄色ありがとうございます。その情報初出しじゃないです。さすがに出てますよね、2時の日程は。乃木坂さんも規制やってるんだ。ちょうど私たちが名古屋に行ってる時に福岡らしいですよ。リサが福岡だからね、福岡情報が。二次審査は、今の二次審査は何やるかわからないです。イコラブはイコラブの意味は、の意味で違ったからね。アイドルオーディション時期の、まあなんだろう、落ち着いてきたっていうのはあるのかもしれないね、自粛期間がとか。イコラブは台本読みがありました。のみちゃんはなかったと思う。クラブとは全然、あとね、ダンスは何の曲をやるんだろうねっていう話。のいみちゃんは多分きっと君だ君だを多分やったんですけど、そのイコノイオーディションの
ちは何をやるんだろうねって言ってみんな意地悪PIC とかカメオとか言ってそうイコールラブなのかそのいつか雨が心に突き刺さりみたいなのとイコールミーなんかあとはうんスタートとかもいいねって言ってそうなんか簡単ででもあれはさダンスのうまさを見てるのかなその意味は難しいでもサビだけだったらとか私たちは一番だったっけそれともサビだけだったっけみたいな話してお仕事上がらせていただきやすいそう何やんだろうなって話をしてましたいきなり見せ方なのかなどうなの何も考えないで踊ってた私たちごめんね肩もいしてラビューラビューグースかうまさが全てではねそれないよね八幡さん欲しいありがとうございますグースかそう性格が昨日で変わりましたおやしょこおつくろおつくろくまあしょこはダンス初心者だしまあほんとでもさイコールラブでさまあ多少のさキレとかはわかるかもしれないけどさなんかなんだろう手遅れとかかっこいい系の方がさキレがあるとかダンスやってそうだなとか分かりそうだよねヘムさんお疲れありがとうございますそうでもイコールラブかなとイコールミーだよねみのみさんだるまありがとうございますイコールミーのサビだけとかシンプルな振りでうまさ際立ったりしないやめちゃくちゃあるみたいなめちゃくちゃダンスできることない子が隣で会ってたりしたら分かりそうだけどなんとなくだったらなんか違うってなりそうね、イコールラブはさほとんどみんな一緒だからね振り付けが何を見てるんだろうねヘイブンさん I love you Love you love you 言い換えずにここで見ているだけでいい結構ダンスどうやって覚えてたなんとなくダンスは覚えていたけどあでもダンス送られてきましたこの映像を見て覚えてくださいみたいな MV がMV 見てもわからないよねって思いながらリップシーンとかあるからって思った記憶があるあライブ映像だったんかなでもライブあどっちも来たんかななんかさでもさアップだとさダンスわかんないじゃんそうなんとなくはさ分かってたから私も HKT ファンだったからそうね定点がいいですよねそうだったまあ別にさオーディション用の映像があるわけじゃないから定点だったとしても豆粒かもしんないよでも今後そういう映像を見て
覚えるみたいなこともあるかもしれないっていうのもあったのかな。ね、満足迷惑かけたくないし Love you, love you. ぶかずがんばってイコールラブのイコールラブは大丈夫な気がする。初心者向けって感じ。なんでこれが覚えられなかったのって今となっては思う。トシンさんペンライトありがとうございます。まあ踊れればね、それはそうだよねって感じ。ここで見ているだけでいい。今なら 5G ラボとか役みたい。確かに。でまあよりもあったけど、移動とかがあったからね。まあダンスはできなくても、まあできることに越したことはないけど、できなくてもね、なんとかなるよって、私が見てたら、私のことを見てたら思うと思う。なんとかなります。楽しみですね。でもなんか年明けよね、結局決まるのは。え、ショールームってさ、いつから？イコノイオーディション。あ、ライブ配信が1月8日からなんだ。すごい。何日？ 13 日間もやるの？ 8日から21日までやります。すごいです。最終審査が1月の30日。1月中に決まるってことね。来月じゃないですか。おー、コマアンナみたいに自分のファンが配信にいたらメモする。え、メモするんですか？私のファンの子いるかな。楽しみですね。来月あっという間、絶対あっという間ですよ。ショールームなんてねえ、ショールームは8番じゃ、8日からだからね。孫ができる。姉妹なんだが。姉妹なんだが。楽しみですね。ノイミーちゃん、私たち産んだことになってる。おや？ショールーム審査見に行くの？え、チラチラ見ますよ。ノイミーちゃんの時もそうだった。モモキン歌うまって思ってた。リサと、この子絶対受かるよって言ってた。だって歌う圧倒的うまいもん。セラの時はカラオケ審査とかなかった。違う、カラオケとかなかったからね。アカペラだったよね。ある程度さ、歌は分かりそうだね。これ偶然コメントしててメモらないで、全然コメントしてあげてください。皆さん、私がオーディションの時なんてねえ、ずっと同じ方がずっとコメントしてくださってたりとかしてたから、全然こんなに喋れもしなかったし、いっぱいコメントしてあげてください。で、推しメン探して応援してあげてください。ひこちゃんはどの審査が一番力入れられたとかありますか？ありません。あ、さすがにあのダンスは覚えてたよね。だからまあ最終審査かな。その頃
のチコちゃんにコメントしてあげた。まあ私たちの時よりかはイコラブにもノイミーにもファンの方がいるから少なからず私の時よりかはコメント多い気がする。多分ノイミーちゃんのオーディションもを見てると私の時よりかはコメント多かったり閲覧数多かったりするから、私はその時は2時間やって多くて500人とかだった気がする。うん、だからみんないろんなとこ見に行っていろんなコメントしてあげてください。まあでもどうなんだろうね、またかまた同じ質問って思われるね。だからちょっと遡るのもありかもね。あ、見れないんだっけ、ちょっと前のコメントって。うん、毎日時間で3000人ありがとうございます。ありがとうございます。こんなにコメントが流れると思わなかったです。全部コメント読んでる時代もありましたからね。うん、まあいっぱい質問がいいかもね。質問がいいと思う。なんか可愛いねとかだとありがとうございます、いやそんなことないですで終わるから、質問がいいと思う。質問いっぱいしてあげてください。57分、あーもう58分ならそんな時間ね。ということで、あ、好きな食べ物なんですかでもいいと思う。そっから広げられる子もいれば広げられない子もいると思うから、私は広げられなかったタイプ。あ、冷やし中華です、質問ありますかって言ってたからそうね、広げてあげるのもいいし、冷やし中華で何の具が一番好きとかね2番目に好きな食べ物はとか何でもいいと思うけど、今では脱線が日常。それね、広げすぎて皆さんいっぱい、うん、いっぱい広げたり、いっぱい質問してあげてください。ということでランキング見たいと思います。13位、チビタンクさん、12位デルファイさん、11位平綿さん、10位キャンさん、9位クロさん、8位七色さん、7位フジエさん、6位サンタさん、5位雪団子さん、4位トッシンさん、3位人生じいちゃん、2位ヘブンさん、1位ただしさんです。ありがとうございます。ありがとうりーありがとうございます。2列目、さしこいのちさん、コロジーさん、ポールさん、アリスちゃん、しんやさん、おうちさん、ヒッキーさん、セータさん、ケトゥーさん、メリダさん、コトラちゃん、フェズニャンさん、ペンタさん、チャリヘイさん、ハラディさん、ファインゴールさん、ヒロシさん、ケンケンパさん、オーパーツさん、ターくん、マーシーさん、とっちゃんです。ありがとうございます。3100人の方が来てくださいました。ありがとうございます。たくさんの星だけ、たくさんのゲスト、たくさんのコメント、ありがとうございます。そして、エコタイム見てくださった皆さん、ありがとうございます。久しぶりに、ひとみとのコラボでした。コンビでした。2001年コンビ。イェーイ！ということで、また次回の配信も見てください。ありがとうございました。おやしょこー。感謝バイバーイ。ありがとうございました。